お疲れ様です。です。すごいいいゴールでした。ご感想お願いします。まあ結構コーナーキックの機会を作ってもらってる中で前の選手に、まあ、なかなか点取れないコーナーキックから点に結べてなかったので、まあ、何度か、まあ、その流れではあるんですけど、まあ、決めることができてよかったなと思います。こうなかなか今シーズンコンスタントに試合が出れない状況のところちょっと悔しがってた事前に取材のところでおっしゃってましたけども、まあ、今日スタメン久々に出てみてそして結果出したところご自身のプレーどのように振り返りますか。まあ、正直言うと今日のプレー自分として、振り返ってみたときに、まあ、合格点を上げないプレーだったとは思います。ただそうやって得点を取ってチームに勝利に貢献できたっていうところと、まあ、最低限まあ、チームとしてやろうとしてた失点ゼロで抑えようというところが達成できたのは、まあ、自分にとっても自信になりましたし、まあ、チームにとってもこの失点ゼロで抑えるということは本当に次につながる結果だと思うのでそれはポジティブに捉えていいかなというふうに思っています。その失点ゼロというところでいうとキーパーの安田選手初スタメンで無失点に抑えたところそのあたりこうディフェンスとキーパーのところのこうコミュニケーションだったり彼のプレーというのはどのように感じましたか。まあ、その今年初出場の優衣太郎と、まあ、ディフェンスラインでセンターバック組んでる、橋本優輝も含めて本当に安定したプレーをしてくれてて、まあ、本来なら僕が助けないといけないところを今日はちょっと2人に助けてもらったなっていう部分が多かったので本当にそれは感謝したいというか、やっぱりそういう個人の成長ってチームの成長に直結すると思うので本当に頼もしい2人だなっていうふうに今日思いました。そして花園で今日が最後のホームタウンゲームになりました。そこで勝利ができたこといかがですか。本当に試合前からも感じてましたし試合終わってからはもっと感じたんですけど本当に応援してくれてる方が多くて、この花園の地で勝利をみんなで味わうっていうことをみんな待ってたんやなっていうのを感じられる光景というか雰囲気だったので最後、それをみんなですることができてよかったですし、まあ、今年は花園で試合することもないんですけどいいイメージで今年終えることができたっていうのは本当に僕たちにとっても嬉しいですし、いろいろ支えてくれている皆さんとかファンの皆さん含めていい思いして帰ってもらえたなっていうのは本当に満足します。先日お話聞いたとき、まあ、最後良ければ全て良しとしたいとおっしゃってましたけどいかがですか。まあ、半分冗談なんですけどまあ本当に良かったなと思います。こういう締め方できたのは。ただその全体通してみると今日勝利して、まあ、万が一次負けてしまったら今日の勝利が意味のないまではいかないんですけど次につなげないといけないと思うので本当に大事な試合っていうのは本当に勝った後の次の試合だと思ってますし、まあ、次勝ったとしてもこれから一戦一戦本当に目の前の試合に集中して戦うことが大事だと思うのでそこはチームの中で声かけしていきたいなと思ってます。その4位のソニー仙台、勝ち点を縮めることで、目標でしている J3 昇格というところを、まあ、現状は首がつながったかなというような表現になるかと思うんですがそのあたり残り試合に向けてどういった思いでいきたいか改めてお願いします。これいいのかどうかわかんないですけど僕最近本当に順位見てなくて、まあ、周りから情報で得ることはあるんですけど、まあ、なんていうかそのあんまり順位もちろん昇格したいですしそこを目標にやってますけど本当に目の前の試合を全力で戦って勝利をもぎ取るっていうのを本当に一個一個続けることが大事だと思うんで、まあ、実際そうやって計算したりとかあと何回勝ったらとか勝ち点差どんだけ縮まってとかそういうのはしないとダメだと思うんですけど、まあ、個人としてはそういうのを気にせずに本当に目の前の試合に集中してやりたいなっていうふうに思っているので、まあ、残り1戦2戦ぐらいですかねそういう昇格どうかっていうのを意識するのかりました。で最後に、今日応援してくれた、花園の東大阪のサポーターそして FC 大阪を応援してくれる方々にメッセージをお願いします。なかなかこの花園で勝ててなかった中で今日勝利を掴み取って皆さんと喜び合えたことは本当に嬉しかったです。で今日の勝利をきっかけに昇格に向けて勝たなければいけない試合がこれからどんどん続きますので、
ここの花園で試合することは今年はもうないですけど、皆さんにいい結果を、報告できるように、チームもう一回一つになって戦いたいと思います。これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。やっぱり自身が久しぶりにスタメンで出て勝ったというのは嬉しいですか？嬉しいっすほんまにその一言だけですけど嬉しいっす。ありがとうございます。